ょう。まずはベビーフェイスアサシン、童顔の暗殺者と呼ばれていますマルコ・アントニオ・バレラです。ホームタウンはメキシコ、メキシコシティ。年齢は24歳です。89年15歳でプロデビュー。圧倒的な強さで34連勝した後、95年にはダニエル・ヒメネスに判定勝ちし WBO 世界スーパーバンタム級タイトルを獲得。これを1年半の間で8度防衛。そのセンセーショナルな倒しっぷりで一躍メキシコのスーパースターになりました。しかし96年ジュニア・ジョーンズにまさかの5回失格負け。そのリマッチでも敗れまして大きな壁にぶつかりました。しかし今年に入って2連勝と再び調子を上げてきました。今回はタイトル奪回に向けて絶対に負けられない試合です。戦績は47戦45勝2敗45勝のうち33の KO 勝ちがあります。そしてこちらは元南米スーパーフライ級チャンピオンです、ペドロ・ハビエル・トーレス。ホームタウンはアルゼンチン・サルタ。年齢は27歳です。91年にプロデビュー、93年にアルゼンチンスーパーフライ級タイトルを、94年には南米スーパーフライ級タイトルを取りました。94年に入ってホセ・ラファエル・ソーサに6回 TKO を負けし国内タイトルを失い、96年3月再びソーサに11回 TKO を負けし南米タイトルを失います。今年3月にはウーゴ・ソトとクーイの南米バンタム級タイトルを争いますが4回負傷判定負けに終わっています。今日勝って世界挑戦へ一歩近づきたいところです。戦績は51戦31勝12敗7引き分け1無判定、31勝のうち8つの KO 勝ちがあります。バレラがアルゼンチンのファイターと激突します。はい、ということですけど、もう皆さんご存知ですけど、今も紹介されたようにですね、ジュニア・ジョーンズに、はい、2連敗しましたね。そうなんです、10ヶ月のブランクを置いて、再起して2連勝ということは、ジョーさん、結果だけ見たら順調に再起したと、再起路線を歩んでると言ってもいいんでしょうか。そうですね、再起後はですね、コンスタントに戦ってですね、はい、復調しつつあるっていう感じがしますね。浜さん、はい、実際の映像、ファイトぶりはどうでしょうか。タイトル取られて自信なくしたというところ一切ないですね。本当に1試合ごとに調子上げてますからね、ですからそういったショックもないし、逆に勢いは上がっていると言っていいと思いますね。そうですか、はい、さあどういう試合になりますか。早速参りましょう、はい、この試合は9月26日アメリカネバダ州レイクタホにありますシーザースタホで行われました一戦です。どうぞ。We welcome you to our featured bout of the evening, brought to you by Forum Boxing Incorporated, Caesars Tahoe, and Budweiser, the undefeated, undisputed king of beers. This bout coming your way is sanctioned by the Nevada State Athletic Commission. The chairman is Dr. Elias Ghanem, commissioners Glenn Carano, Lorenzo Fertitta, Dr. Luther Mack, and Dr. James Nave. The executive director is Mark Ratner. Introducing to you our judges scoring this bout from ringside, John McSweeney, Patricia Jarman Manning, and Dave Moretti, and our referee in charge of this main event. He'll be giving instructions after the introductions, Vic Draculich. All right, fans, here we go with the main event of the evening, a junior featherweight special attraction scheduled for 10 rounds of boxing. Introducing to you first on my left, fighting out of the red corner, entering the ring wearing red, white, and blue trunks, and hailing from Salto, Argentina. His weight, 122 pounds, with a record of 30 wins, 12 losses, and 7 draws. He has 8 wins coming by way of knockout. Introducing Pedro Javier Alacran Torres. 思いっきりのいいファイターです。Pedro Javier Torres. And his opponent across the ring on my right, fighting out of the blue corner in this 10-round main event.Wearing gold trunks with black lettering, hailing from Mexico City, Distrito Federal, Mexico. He weighed in at 124 pounds with an outstanding record of 45 wins, only 2 losses. He has 33 big wins coming by way of knockout. Currently ranked the WBO number 2 contender, here is the former WBO junior featherweight champion of the world, known as the baby-faced assassin, introducing Marco Antonio Barrera. ここまでは順調なカムバック路線、マルコ・アントニオ・バレラです。
スーパーバンタム級のノンタイトル10回戦、レフェリーはビッグ・ドラクリッチさんです。ご覧のようなレオ選手の身長体重になります。バレラは171センチ、そしてトーレスが170センチです。リーチはバレラ178センチ、トーレスが163センチです。ネバダのルールで行われます。まあ、スタンディングカウントありませんね。3ナックダウンルールは適用です。1ラウンドに3度ダウンするとですね、ノックアウト、あの TKO、 アメリカですから TKO になるんですけどね。はい、はい、さあ試合が始まりました。さあ浜田さん、はい、早めに、お聞きしたいと思います。どの子にポイントを絞ってご覧になりますか。まあ、バレラ調子上げてるんですけど、どこで調子の良さを見るかっていうのは、バレラの大振りのパンチが出れば調子いいと見ていいと思います。ははー、なるほど。さあ金色のトランクスを履いていますが、その注目のマルコ・アントニオ・バレラ、復帰第3戦、左を出していきました。重たい音が響きます。ボディブロー、最初から狙ってますね。マルコ・アントニオ・バレラ、おっと、これは腰落としましたか。レバーブロー、レバーブロー、ローブローということですかね。低かったですかね。ベルトラインぐらいだったのか。まあ、いずれにしろ今のは聞きましたよ。はい、一回大きく腰を落としてしまいました。ちょっとポーズを入れています。ペドロ・ハビエル・トーレス、あー、もうかなりのプレッシャーを受けています。まあ、もうボディブロー効いてるんですよ。そうですね、はい、さあまだ大きな振りは出てこないようです。ゴールドのトランクス、マルコ・アントニオ・バレラ、メキシカンらしいボディブローを見せてくれました。またボディブロー、そして顔面へ。48戦目です。ここまでノックアウト率は 70%。これまでのファイト数、それからラウンド数を合計した数字が出ています。上がバレラ、下がトーレスの数字です。やっぱりトーレスは階級を上げたせいなんですかね、はい、あの体格違う感じますね。あ、そうですか。やはりちょっとオートミー、バレラの方が感じますね。そうですね、ウェイイン計量では124パウンド、バレラ 56.2 キロ、おっと122パウンド、それより2パウンド軽く計量では計測されました。ペドロは 55.3 キロです。ウェイインは122パウンドだったトーレスです。まあ、今トーレスの右いいのは入ったんですけど、バレラが自信満々なんで効かないですね。クリンチに行きました。そうですね、2パウンド以上に何かこうもうちょっと体格の差が感じられます。矢返しで大きく振っています。集めます、パンチを集めます。ボディーブロー必要な、最初からボディーブロー攻撃が 見られます。マルコ・アントニオ・バレラ、ネバダ州レイクタフォー、シーザースタフォーで行われています。イロストレート、ボディーブロー、ボディーブロー、どっちかというと危ないカウンターの仕方なんですけど ね、まあ、勢いに乗ってる分どうってことないんですかね。なるほどね、45勝のうち33の KO 勝ちがあります。そして2敗、この2敗というのが、プロフィールのところでも紹介した通り、ジュニア・ジョーンズに負けた2敗であります。入れ替わりました。足を動かします、ポジションを動かします。カーリング飛び込んでいきました。トーレス、アルゼンチンの選手です。まもなく第1ラウンド終了します。バレラのトランクスの後ろタピアって書いてありますね。ますよね、先ほどが気になってました。これ何なんでしょう。あのタピアの、ジョニータピアの、ジョニータピアのトランクスですかね。とか前はですね、バレラと書いてあるんですけどね、もしかしたら進行があるのかもしれませんね。そうですね、第1ラウンド終了です。まあ進行しましょう。はい、はい、まずポイントはバレラの10対9ですね。はい、でいつものように採点基準申し上げます。 まず有効なクリヒット、これ第一ですね、はい、次にですね、構成ですね、攻撃を伴う構成、はい、そして防御技術、そしてリングジェネラルシップ、はい、まあどちらがペースを支配しているか、これをもってですね、できるだけ10対10つけないで、僅差でも10対9差をつけていこうというのが世界的傾向ですね、はい、でダウン1度あるとですね10対8、ダウン2度あると10対7、これがまあ採点基準ですね。はい、スーパーバンタム級ノンタイトル10回戦をご覧いただいています。さて浜さん、はい、第1ラウンドバレラの調子どう見ました。あ、調子いいですね。あ、そうですか。思いっきり振ってますからね、それがバレラの持ち味ですね。なるほど、まあ、それにやっぱりトーレスは圧倒されてますね。上の画面がライブの映像、そして下の画面がリプレイです。第1ラウンドのリプレイを同時にご覧いただいています。ベルトラインちょっと下 ですけど、まあいいボディブローですね。中に入り込もうというんですが、それを追い出します。バレラ、ミドルストレート、少し頬を捉えました。飛び込んでいきます、トーレスです。
これトーレスはどうしようとしてるんですか、バレラ相手に。いやまあもう圧倒されっぱなしですよね。要するに今の打ち方なんかも追い詰められて、ええ、ロープ下がるところがないんで、飛びかかってる状態ですよね。ははアルゼンチンの27歳のファイターペドロ・ハビエル・トーレス、非常に状態をよく動かしていますけれども、思い切りのいいファイターだと聞きますが、ちょっとプレッシャーをだいぶかけられています。元南米スーパーフライ級のチャンピオンペドロ・ハビエル・トーレス、下の階級からつまり上がってきた格好なんですが、対角線あるよ、右。今どうですか浜さん。いや今のパンチいいですよ、あのトーレスのいいんですけど、はい、やっぱりあのバレラが自信満々なんで効いてないんですね。あーなるほどね、今のはまともに打たれてますけどね。ジョーンズに連敗を喫した後、10ヶ月後再起戦を飾りました。今年の2月21日です、アンヘル・ロサビオ相手に5ラウンド TKO、 そして5月16日に第2戦エロニモ・カルドスに1ラウンド TKO 勝ちを収めました。右のストレートから左に返します。さあまた詰めていきます。まあジョーンズには連勝街道を止められてしまいました。マルコ・アントニオ・バレラ王座復帰を目指しています。順調にここまで来ています。相手を起こしました、下から起こしていきます。ロープに完全に持たれています。防戦一本になりましたトーレス、苦しい体勢です。相変わらずパンチは強いですね。強いですね、力強いパンチが随所に見られますが、浜田さん、はい、大振りというのはここまで見られますか。力を込めたブーンというあの独特のバレラの振り、その振り方 してますよね。してますかやっぱり。まあもう少し派手なところ見たいところですね。そうですね、ただですねやっぱりあのこれだけトーレスが、どっちかというと逃げ体勢なんですね。それだけ逃げられてしまうとやっぱりパンチを小さくまず当てなければいけないというのが頭にあるんでしょうね。なるほど。24歳の若き元チャンピオンマルコ・アントニオ・バレラ、 WBO 世界スーパーバンタム級では現在2位です。おっとっと倒れかかっています。倒れかかっているというよりもかなりもう大きなプレッシャーを受けています。さあ詰めにかかった、ものすごいらしいです。バレラいい感じですよ、イローアンド出る返した、おーっと左だ、あーっとタオルです。うわっ、タオルは認められてないんですね。ああなるほど、はい、いやタオル投げてからレフリーはですね、セコンドからのタオルではなかったんですか。今方角的にはそうですね、これを思い出しましたね。だから認められてないということだと思いますよ。この試合はネバダ州ルールで行われています。ここでゴング、ゴングです。レフリーがタオル無視しましたね。世界タイトルマッチであのいつも小泉さんが、ね、おっしゃっているようにタオルでは止めることはできないんだと。 WBC ではですね、はい、WBA ではですねそれができるんですよね。これはこの辺りだったでしょうか。この後ですね、1セコンド投げましたね。あ入れてますよね完全にね、投げました。しかし試合を続行しています。ただセコンドが本当に危険するつもりだったらですね、2ラウンド目終わってからですね、はい、もうこれ以上できないと、トゥーマッチだって言って言え表示すればいいんですけど、まあラウンド今の2ラウンド目その持ちこたえたことでですね、その3ラウンド目も行こうということになったんだと思いますね。小さなワンツーを出していきました。ショートレンジまた詰めていきます。そろそろ大きなスイングが出てきそうなバレラ、トーレスも反撃します。クローズで弾いています。少し中に入っていきましたトーレス、ペトロ・ハビエル・トーレスインサイドから打ちます。前にはバレラの文字、そしてベルトライン、後ろにはタピアの文字を背負って戦います。マルコ・アントニア・バレラ海崎を狙っていますメキシカン、はい、上半身相当振ってるわけですよね、その場合には顔面というのはなかなか当たらないんですけど、よく当ててますよねあのバレラは。はい、確かにトーレスは状態を動かしています。これだけ振られるとなかなか顔面は当たらないですよ。27歳、キャリアは十分、52戦目です。ハビエル・トーレス。おでこ、バッティングを気をつけろと言われています。ワンツー、ガードの上から思い切り叩いていきます。今度はボディブロー。まるで練習のようにカールにしてどんどん攻めていきます。テンプルのあたり。右オーバーハンドロー、そして左を返していきます。これがボディグロー、バレラ
もう浜さん、おっと、はい、バレラが思うようなあれですね、タッチを入れ込んできますね。まあ、バレラがですね、これだけあの上半身倒立に振られるとなかなか打ち込めないんですけど、よく打ち分けてますよね。だからあの倒立とすればもう追い詰められて、飛びかかるしかないという状態があるんですね。おっと、イロストレート大きくいきました。先ほどのラウンドも、もうあわやというラウンドを作っています。またコーナーは、いや、コーナーではありません。ロープまで下がってきています。中に弾いていきますが、ちょっとやっぱり体力差というのを浜さん感じてしまいますね。感じますね。やっぱりトーレスが下の階級から上がってきたせいもあるかなとは思いますけどね。はい、なかなか、それにつけてましても、バレラがもともとがっちりした体格をしています。まあ、トーレスの元気のいいファイターと聞いてるんですけど、はい、もう圧倒されっぱなしですね。そうですね。48戦目のバレラ。さあ、右のダブル、左のダブル、多彩に使い分けていきます。右を打ち下ろしていきます。左突き上げました。ゴングです。第3ラウンド終了しました。小泉さん、このラウンドもやっぱりバレラでしょうか。このラウンドもバレラですね。まあ、そのパンチ そのパワーが違いますね。まあ、相手に与えたダメージ、まあ、有効なクリーンヒットということになるんですけど、それがもうその差がもう歴然としてますね。はい、まあ、これはあの復帰路線で、こういった対戦相手を当然ながら計算して選んでると思いますけれども、そのバレラの出来自体は小泉さんはどう見てますか。ここまではバレラはですね、そのジュニア・ジョーンズに2敗した以前と以降でですね、ボクシングやはりちょっと変わってきてますね。どう変わりました。私はディフェンスを考えながらボクシングしてると思いますね。バランスは以前より良くなってますね。あ、そうですか。その分あの以前のようにですね、そのワイルドな姿勢でそのまあ顎を掘り出して攻めるとか、そういうのがなくなってますね。それからブロッキングもですね、はい、以前よりはですね、注意してやるようになってますね。まあ、負けることの怖さを知った男のですね、カムバックですからね。その辺やはりちょっと成長の面も見えますね。はい、第4ラウンドに入っています。ノンタイトル戦です。バレラの復帰路線。トーレスがこのラウンド終始やはり圧倒されています。おーっと、アッパーです。突き上げてきました。今度はビーアッパー。今度はストレート。相手も懸命カウンションしが左に行った。ストップか。試合終了です。レフェリーが間に割って入りました。試合終了です。いいストップですね。はい、一方的ですから。力の差は歴然でありました。マルコ・アントニオ・バレラレコードを伸ばしています。これで復帰第3戦を勝利で飾りました、マルコ・アントニオ・バレラ。この後のカムバック路線、どういう路線が敷かれているんでしょうか。とにもかくにも第1戦、第2戦、第3戦とここまでは順調にカムバック路線を歩み続けています、マルコ・アントニオ・バレラです。もともと95年3月にダニエル・ヒメレスに12ラウンド判定勝ちで手に入れました WBO のタイトル。順調に8度防衛を続けていたんですが、ジュニア・ジョーンズに5ラウンド失格負けでそれを手放してしまいました。その後もリターンマッチで同じくジュニア・ジョーンズに敗れております。このノンタイトル戦におきましては順調な仕上がりを見せておりますバレラです。Ladies and gentlemen, with official time of 1 minute 15 seconds of round number 4, our referee in charge, Vic Draculic, stops the contest. The winner by way of technical knockout, the baby-faced assassin, Marco Antonio Barrera. 復帰第3戦、46勝目を手に入れました、マルコ・アントニオ・バレラです。I'm yours, right? Yes. それでは試合結果を確認してみましょう。
今日は力強いラッシュを見せたマルコ・アントニオ・バレラ、4ラウンド TKO 勝ちで完全復活を印象付けました。いよいよ世界王座復帰への道が見えてきたようです。